どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちら、はい、ドラえもん第7巻です。7巻ね。ててん、ワンワンワン。その音何なんだっけ。ファンファン、あの、お題が出る、お題の時か。ててだっけ、リズム。そうですよ。てれれ、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 多いな。帰ってきたドラえもん。あ、そうか。小人ロボット、ジャイアンツをぶっ飛ばせ、空飛ぶ魚、好きでたまらんにあい、行かない旅行の記念写真、ママの代を盗み出せ、災難に囲まれた話、ネズミと爆弾、未来からの買い物、石器時代の王様に、癖直しガス、ウルトラミキサー、エスパー帽子、ラストロボット、タヌキ、猫の手も借りたい、ピーヒョロロープ、山奥村の怪事件ということで、はい、はい、まあたくさんありましたね。新作ですね。はい、なんかね、長さにすごい差があるんですよね。そうなんですよね。今回の好きなお話、はい、もうめちゃくちゃ短編のあるもんね、4コマ漫画みたいなね。そうね、僕はこちらですね。好きでたまらにゃいですね。あ、まあドラえもんがね、恋しちゃって、それをね、いつもと逆パターンなんですね。のび太がどうにかしようとするっていうね。うん、確かにね、やっぱ この発想すごいよね。あの、ドラえもんがあの実物の猫を好きっていう設定ね。うん、まあ、猫型ロボットですからね。いや、確かによくね、猫とデートしてるんですよね。そうなんですよね。うん、いや、だからドラえもん、なんかこの巻あたりからちょっとドラえもんが切れてる話多いですよね。うん、あのネズミのやつもそうでしたし、はい、ちょっと怖かったし。逆にあの、のび太があのノコギリでドラえもんを脅してたところもありましたからね。そうね。俺は本気なんだみたいな。うん、怖かったですね。はい、ドラえもんもね、なんかね、その猫がね、丸い体が嫌だみたいなこと言われたら、金ヤスリでね、体削ろうとしちゃったりとか、ね。まあ、やっぱロボットなんでね。うん、怖いですよね。で、顔もなんかね、バットでぶったたいたりとかね。うん、これ、この話に関してはアイテムなしよね。アイテムなしだと思う。アイテムなしですよね。うん、のび太がね、妙に喋るようになってましたよね。そうなの、のび太がすごいプレゼンして、しずかちゃんのところ行って、ね、実践してみるっていうね。うん、確かに。変な話でしたね、なんか。私はこれですね、うん、山奥村の怪事件。うん、まあ、これね、俺、コロコロかなんかで見たことあるんだよね。うん、だからすごい覚えてるんですけど。なんかね、どっかで見たことある話が多いんですよね。うん、なんかこう、ね、隣の、家の隣が工事でね、うん、日曜日だっていうのにこうゆっくりできない、うん、そこで ね、なぜかドラえもんがいなくてね。そうなんだよ。ドラミちゃんがね、うん、じゃあ山奥のね、なんかもう今人が住んでない小屋のとこ行きましょうって言って、うん、そこでね、家族とドラミちゃんで過ごすっていうね、うん、なんか心温まるストーリーですよね。そうなんだよね。うん、それと並行でちょっとなんかあれ怪しいみたい なんか、ね、ちょっと怖い話なのかなと思ったら、うん、あの遭難してる人も助けちゃったみたいなね。たまたまね。うん、そうなんだ。ちょっと凝った話なんですよね。そうなんですよ。うん、あのすごいこれを見た時に、うん、ラーメンをこいつラーメンにしないで食ってたんですよ。はいはい、バリバリ食べてましたね。あれをやった思い出があります。あいつがやっててうまいのかなと思って。やってみました。うまかったです。まあでもやっぱ遭難してたらああやって食っちゃうよね。はい、うん、そう、ちょっと思い出もありましたね。うん、じゃ今回の好きな秘密道具。今回はこれですね。小人箱ですね。うん、やっぱあれはいいですね。寝てる間にね、何でも小人たちがやってくれるっていうね。うん、結構恐ろしいですけどね。うん、いやでも一番いいでしょう。何させるかな。まあ、毎日掃除させるかな。うん、まあ、掃除とか洗濯、うん、アイロンがけとかやってくれると助かるね。そうね、うん、毎日それだけで、まあ、その欲は言わないから、うん、本当にちょっとしたことで、ほんとちょっとしたことでいいかもね、うん、確かに、うん、洗濯かな。小人で洗濯できるかな、あいつら。むずそうだね。干せるかね。うん、まあでも何人いるの、あれ。めちゃくちゃいる。めちゃくちゃいるんだよ。結局その用途によってってこと。カペとか登ってたっけ。なんかそれはどうにかするんじゃない、数さえいれば。うん、すごいね。宿題とかやってくれるんだもんね。うん、いいですよね。宿題はちょっとよくわかんないですけど、頭も良かったんかいっていうのがありますけど。ね、じゃあ台本書いといてくれって言ったらやってくれるんですか。もうやってくれるでしょ。こうみんなでこうパソコンをこうして。
はこれですね、はい、やっぱりエスパー帽子ね。エスパー帽子いる、はい、いやこのエスパー帽子のいいところは、うん、あのドラえもんの道具なのに、はい、努力がいるってことなんですよ ね、まあ、ね珍しいんですよね、なかなか、はい、頑張らなきゃダメなんですよね、うん、イメージをね、あの上のなんか指みたいなのちょっといらないけどね、うん、あれがあるからちょっと恥ずかしすぎますけどね、うんうん、だけどこれ練習したらその超能力が使えるようになるっていうのはなんか魅力的ですよね、うん、そうね。あれ何が最高キネシス とテレポーテーション と投資だよね。投資か、うん、投資いらねえな。投資って使うことある？なんかなんだろうね、くじ引きとかかな。どこでくじ引きするの？もうそんなのないか。投資したところで手が届かないとあんまり意味はないような気がするんだよね。まあだからね、ビックリマンシールとか欲しかったらね、そうか、そういうので使えたりして、まあ、なんかパチンコ屋行ってその朝設定変えてる人がいたらそれを見るぐらいか。いやもう持ちはやりそうですけど。なんだろうね、それ以外なくない？確かに投資ってあれはスクラッチ。でもスクラッチ選べないじゃん。選べないんだよ、うん、投資は一番能力としては低いか、ね、そう考えたらもうエロいことに使うしかなくなっちゃいますからね、うん、でもエロいことに使うのがむずくない？まあ見たところでって、うん、まあ、この年になっちゃうとね。そうなんですよね、うん、確かに投資能力ってむずいんだな。人探し、まあ、だから 金稼ぎよね。 あれいいんじゃない？ あのだからさ、バカラカジノ、トランプね、うん、トランプ、うん、相手がいる。だからそれだったら麻雀とかでも、麻雀、ね、麻雀とは毎日食っていけんじゃん。使えるな、投資能力。急に。まあね、この話のオチも良かったですね。ぐーってやったら服だけ履いてっちゃったみたいな。逆のパターンが多いんだけどね。そうなのよ。逆、そう、服だけ入ってっちゃうパターンは珍しいですよね。服がなくて恥ずかしいとこだったら分かるんですけど、そう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 、服だけいっちゃったんですよ、うん、これはなんか笑っちゃいましたね。はい、はい、というわけで、まあ、今回、ドラえもん7巻ですね、うん、8巻も楽しみにしておきましょう。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。あれ、お前んちってさ、猫4匹と、うん、犬1匹と、うん、亀2匹飼ってんだっけ、うん、あ、まあ、あと鳥1匹も、あと鳥1匹も、うんうん、あ、じゃあ、うん、明日までに、うん、一つにまとめといて。いや、俺ウルトラミキサー持ってないから。どうも、ありがとうございました。